はい、では始めていきたいと思います。皆さんこんばんは、レクセン講師ベニッシュの乙美です。今日は、衣装商標の方の、分析会ということで、本紙をちょっと振り返っていきたいと思っています。でまずちょっと総括ですけども、今年の本紙は決して難しいという感触ではなかったですが、ただ、少しねちょっとこう漠然とした難しさというか、聞き方とかそういうところに特徴があったかなと思っています。で、私の方でもちょっと再現が結構上がってきているので、再現を見ながら、そしてリサーチの結果ですね、さっき特日で宮口先生も言及されてたかと思うんですけども、論点リサーチある程度信憑性があるので、そのリサーチの結果を見ながら、今日のちょっと分析をですねしていきたいかなというふうに思っています。でちょっとざっくり言うと、リサーチを見ていると基本問題の方ですよね。衣装商標で大門1個ずつ基本問題あったかと思うんですが、もうそこは団子状態というか、全体的に衣装はもう団子状態なんですけども、もういろいろと書いていて、何がメジャーで何がそうじゃないかっていうことがあんまりないです。であんまりない中でも結構共通して書いてることっていうところをやっぱり落としてないかっていうことが勝負になってくるんじゃないかなということですね。で事例問題に関しては解けることはできているんですけど、解けた上でじゃあ書けてるか説明できてるかっていうところが、合否を決めるラインになってくるかなと思ってます。だから項目が上がればいいというのは、今年に関しては特にですね厳しい結果になってくるんじゃないかなと思いますね。で、論文試験というのは、よくね、違法性がないこと、そして妥当性があることっていうふうに、私は説明をしているわけなんですね。で違法性がないかどうかっていうのは、いわゆる解く力ですよね。で解く力は、担当知識がだいたい43点から5点ぐらいあれば、今の論文試験のレベルでいうと十分かなと思うんです。で書く力、その妥当性があることっていうのは書く力のことを言いますけども、それはその説明が過不足なくできていることですね。だから要件に関しては、例えば主体客体時期手続き、そして効果を使って理由付け、そういった基本的なことが、今年の本紙の合否を分けてくるかなというふうに思っています。でよくね本紙終わった後に、相談会とか、こういう分析化をすると、自分はこういうこと書いたんだけどどうですかねと、要はその回答例とか論点の公表やでリサーチの項目に上がってないとか、そういうもので自分はこう書いてるっていうことを相談されたりとか主張されたりとかするんですけど、で確かにね、違法性がないっていうことがあれば、それが全体への影響が、その記載量でそれを書いたために他にも書いてることが書けなくなったとかっていうことであればね、やっぱりそれはまずいんだけども、それを上がってない、回答例に上がってないから、リサーチの項目に上がってないことを自分が書いてしまったからといって、それだけでマイナスになることはないんですよ。ただじゃあそれがプラスに評価されるかというと、それもないんですよね。現実正しいことが評価されるわけではなくて、聞いてるかどうかだけなんですよね。だからレックの回答やリサーチの項目に上がってないってことは、多くの人から見てそれは聞いてないよねっていうことなので、それはやっぱり素直に受け入れるべきかなというふうに思います。それが一番ちょっと難しいっていうところはあるんですけどね。はい、では、ちょっと各科目について言及していきたいと思いますね。でまず振り返るの嫌な人もいると思うんですけど、問題をちょっと見てみましょうか。まず問題1の方ですね。でこの問題1は本当にベーシックな基本問題です。論文基礎力完成講座で扱おうと私思っているくらいで、本当にベーシックな問題ですね。こういう感じの時系列の問題で、で聞いてることですけども、問題文隠れちゃいましたね。A と B との関係を考慮して、項が B について全体賞で賞を取る決断をする際に注意すべき点と注意する理由について述べようですね。で、出願料維持項なので拒絶理由と
で、まあ、形態と特有事項を考えるっていうのが一般的な題意で、ただ形態は全体衣装でって決まっているし、まあ、問題文から特有事項は今回は2年後の販売からの秘密衣装ですね。で、拒絶理由を見つけていき解消策を述べていくっていうのが、まあ、その題の取り方ですから、まあ、拒絶理由は2種類ありますよと。衣装自体、素顔自体に備わるものと印例別で上がってくるものがあって17条が構成されていると。で、創作法3法に関しては印例別で上がるもの4つしかないので、17条からこの4つ引き算した残りはこっちになるので、こっち側に属するものは確かに多いですから、問題文からやっぱり反応力、言葉の反応力で上げていくしかないと思います。で、まあ、一般にはやっぱり7条とか上がることが多いですし、でよく分かりやすいものだとやっぱり権利貴族の問題とかがここに上がってくるかと思うんですけど、今回まあそれは見て取れないですし、で、A と B の両方を今から出願しますだとやっぱり7条上げるべきですよね、だけど今回はもう A はしてしまっていて、でこれから B をしていくっていう場面なので、7条はむしろいらないと思いますね、今回は。で、一方で印例ベースのものですから、出願を軸にしてそれよりも前の事実を拾っていけばいいだけなので、今回は高知衣装 A と出願の A ですね、この2つを拾っていくと。で、まあ、表を作って関係ないところのマス目を潰したら、まあ、検討していくと313と3条2項ですね、これが関係してくるよっていうところです。で、 A と B は、類似するっていうことになりますから、そうすると類似するってことになるかもしれないので、そうすると、まあ、9条1項があり得るということですね。で、3条の2は出願人が同一なので、まあ、ないですよっていうことで切っていただければいいと思うんですね。で、拒絶理由を見つけたら、まあ、その解消策ですから、313と3条2項はもうこれ4条2項しかないですよね。で、9条はもう関連しかないので、この辺はもうパッパッパと上がってくると思う。で、そうすると大項目で、まあ、どれから上げてもいいんですけど、多分ね、配点は20、20、10ですね、だいたい50点で20、20、10ですね、で、なので、まあ、多いものから上げるっていうのがだいたい一般的ですけど、まあ、今回は別に単なる留意事項なので、それでも何から上げてもいいですよ、この3つを。で、まあ、普通は多分新規性訴訟例外から挙げるので、私も、まあ、レックの回答と同じように縦1縦2縦3にするでしょうね、自分が書くとしても。で、論点の公表、皆さんの論点リサーチの結果ですけど、まず新装例は、まあ、ほとんどの方が挙げてました。参加された方のほとんどの方が挙げている。で、あとそうですね、関連衣装に関しても同じぐらいの割合でほとんどの方が挙げていて、で秘密もそうですね、同じぐらいの方が挙げています。で、私が予想よりも、受験生の方には失礼かもしれないんですけど、予想よりもすごいできていたなって思うのは、結構挙げてはいるけど中身すっからかんみたいな、その何について記載しましたかという項目が、論点リサーチってすごく細かなんですね。いや、理由付けの中に例えば313について言及してるか、でそれで回避、真相例で回避できると書いてるかみたいな感じで、結構質問が細かなんですけど、今年の方はまずその真相例で効果を書いてる方が結構多かったんです。で、効果って真相例割と東連なんかの採点してると上がってこないことが多くて、効果書きましょうねっていうコメントをよくつけるんですね。で、採点者からもそれよく言われるんですよ、講義で言ってくださいみたいなことを。だけども、まあ、その効果があったのかもしれませんけども、割と書けていたし、で衣装登録受ける権利を有する校が、まあ、コーチにしてるとか、あと1年以内だとか、あとその手続きですよね、出願と同時にその旨で30日以内に証明書っていうところとか、この辺はかなりその記載したっていう部分に偏っていて、かなりの方が言及できています。で、同じく関連証に関してもなんですが、このままね、 A と B が類似するんだったら9条1項で拒絶になるよって、まあ、つまり理由付けですよ、理由付け、それが上がっている方が
関連を上げた割合と同じぐらい、ほとんどの方が上げてます、うん、そこに関しても。であとその10条の要件の中で、まあ、唯一ねあまり書いてないかなっていうのは専用実施権の設定をしていないことですね。これは2対1ぐらい、書いてる方が1で書いてない方が2だから3分の1ぐらいの方が専用実施権の設定がされてないことの要件ですね。それについて言及してるんだけど、3分の2の方は言及してないんです。ただその類似しなきゃいけないとか本書の表示の欄だとか、あと出願人がまあ同じね項がしなきゃいけないとか、まあそういうまあ要件ですよね。それに関してはほとんどの方が言及できています、うん、で秘密事項に関しても販売を2年後に予定してるからこれ使うんだっていうことでちゃんと理由付けが書けていて、でそこすごい良かったかなと思っているんですが、割合としては圧倒的に皆さん書いてるっていう感じですね。であと秘密事項なので出願人である方が請求することとか、第1年分の登録料との納付と同時か、まあ、出願と同時かっていうこととか、まあ、3年以内の指定をするとか、所定の書面を長官に提出するとか、まあ、こういうちょっと細かな要件ですよね。それについても割と言及できてる、うん、まあ、要は3分の2、3分の1ぐらいで3分の2の方が書いてるようなイメージですかね。なので今年はですね、私の方で見ている再現も含めてなんですけど、団子状態なんですよ。衣装がみんなかけてるんですよね、1問目で。じゃあ2問目どうなのっていうと、ちょっと今日冒頭で触れたんですけど、これも例年通りなんですよ。2問目の出来がいろんなこと書いてるし、あんまりこれといっていいとはもないし、逆にあんまり良くないとはまあまあないんですよ。で全体的に見てですね、2問目ですけど、ただ共通してみんな書いてるよね、これ書いた方が絶対いいよねっていうのはあるんですけど、でそれはですね、1,2,3,4,5,6、うん、あるんですね。でまず特許法の法目的への言及、これは圧倒的に書いてます。で衣装法の法目的への言及、これも書いてます。まあ、どの程度書いてるか分かんないですよ。私の集めた再現だと、まあ、そうたくさんは書いてないです。普通に条文をなぞられたぐらいな感じですね。で、特許と衣装は共に創作を保護する点が共通するんだっていうことに関してもかなりの高い割合で皆さん書いてます。3分の2以上の方は書いてます。で、ただ違う点は、技術を創作する特許に対して美的創作、まあ、デザインを保護するっていう方法が異なるんだっていうことに関しても、かなりの方が書いてますね。で今言った5点に関しては圧倒的に触れてるんですね。ただ内容は触れてるか触れてないかしか論点リサーチってカウントしてこないので、どう書いたかまではそれぞれ人によって違います。それがまあ一行問題のちょっと分かりにくいとこなんですけどね。で商標に関しては保護対象が違うっていうことは圧倒的多数の方が書いてます。要は一方は創作を保護する、一方は業務上の信用を保護するから、まあ、そこの保護の、ね、対象が違うんだっていうこと。あと、新規性に関して触れてる方も、2対1以上ですね、で多いですね。新規性の要件が特異に関してはあるんだけど、商標との関係ではないよっていうようなこと。だから今私触れたところが大多数の方が結構書いてるよっていう事項で、それ以外のことに関してはもう書いてる人と書いてない人でもう雑多で、もういろいろそれ以外のことにも書いてるんですけど、もうこれといったものがないですね。だから書いてる書いてないが本当にバラバラなんです。だから採点してみないとどう評価すべきかっていうのはわからないし、間違ってなければおそらくそのまま丸にすると思います。でそうすると普通は事例問題の方で勝負がつくんですよ、ほとんどね。基本問題って毎年勝負つかないんです。だから一行問題の方が皆さんとしては感触が良くないんですけど、毎年でもそれで落ちた人ってほとんどいないんですよ。よっぽどその空欄で出したとかそういうことがない限り、衣装に関してはね。
だけど今年はその勝負がつくはずの事例問題の方が本当に団子状態で、だから今の3本柱が上がってたから OK とはちょっと言えない。上がるのは当たり前、もう今年の本誌はね、3本上がるのは当たり前で、そこからが勝負だと思います。いかにちゃんと説明したかっていうことじゃないかなと思いますね。だから あんまり一生っていうのは合否の決め手にならないんじゃないかなって今年はというふうに考えてますね。まあ他の方気で勝負でしょうね。はい、で次に商標に行きたいと思いますが、商標法ですね。でまず商標法は、2問ありましたよね。商標法も2問あって、ちょっと問題文出しますね。で、まず1問目の方ですね。1問目の方で、まあ難しかったか難しくなかったかで、難しかったって言った人のほとんどはこの商標法の1問目を挙げるんですよね。何が難しかったって聞くと、1問目できなかったみたいな感じで、何書いていいか分かんなかったとか、まあそういう感じのことを言われるんですけど、で今再現を見たりで、まあ、いろんな先生とちょっとお話を聞いたりとかして意見交換をしたりしながら、まあ、何が合否の決め手になるのかっていうことを見ているんですけど、この商標法の1問目に関しては、まあ、例年通りあまり差がつかないかなと考えてます。でレックの回答じゃない方が圧倒的に多いんですよ、受験生の回答答案ってね、まあ、だからなんですけど、でまず登録商標と、使用商標の同一性について説明せよですが、ここはもう圧倒的多数ですね。38条4項括弧書きですね、いわゆる社会通念上同一の商標も含まれますよっていうようなところですね、ここ書いていて、で38条4項括弧書きを明記するっていうところまでが、まあ、多数派になるかなというところですね。ただ38条4項括弧書きが上がってない方も割といらっしゃっていて、3割ぐらいですかね、いるんですよね。でちょっと改正マターなのでそれはどうかなと思うんですけど、さすがにね、まあまあ仕方ないですよね。それだけで落ちることはないと思うので、まあ、書かなかった方はいいと思うんですが、まあそうですね、そこがあります。で、あと、まあ、いろいろ余計なこと書いてる人もいっぱいいたんですけど、そこはまあ 逆に評価されてもプラスになることはないと思うので、この辺は逆にシンプルにいくべきですね。で2問目の方ですけども、2問目は、商標的使用が必要なのか、50条の、ところでね、商標的使用が必要なのか商標的使用は必要ないのかっていう立場、まあ、両方ありますと。でそれぞれの立場の説明をせよっていう問題なんですけど、まあ、ほとんどの方があまりちゃんとは書けてないんですが、おそらく合否のラインを超えてくるためには50条の趣旨に触れてれば OK です、ここは、でレックのねちょっと回答は、アイライトを持ってきてたんですけど、アイライトを含めたあとポーラ事件、ヨーロピアン事件というのが同じ結論のものがあるんですね。この近年の、まあ、高裁レベルのものです。ただ逆の方ですね、これで言うと必要とする立場の方が強いんですよ、実は本当はね。で言ったら例外なんですよ、この3つの方が考え方としては、だからまあ、皆さんのだから答案も逆にその多数派の方で書いていて、商標的使用対応の方が必要だというふうな回答の方が圧倒的に多かったです。だからどっちが妥当かっていう結論がレックの回答とは逆の方が圧倒的に多かったってことね。だからレックの回答を見て逆書いちゃったわで心配することは全くないですね、全くない。どっちでもいいんですよ。だからレックの方の立場で書いてもいいんだよ、アイライトを書いてもらってもいいんですよ、もちろん、だけどそうじゃない立場で書いても全然構わないと思います。でまずいのはやっぱり50条の趣旨に触れないことでしょうね。これ2年前のね
あれですね、Emacs の時に状態が似てたんですけど、Emacs も、まあ、考え方両方書かせて、で結局あれ何で合格した人たちは何を書いたかっていうと47条の趣旨だけなんですよ、うん、Emacs なんか書いてないんですよ誰も。で結局何皆さん書いて合格したかっていうと47条の趣旨を、まあ、しかも軽くですよね、結構軽くで合格してたんですけど、あの年は最後の問題だったので特に時間がなくなったっていう方も多くて、まあ、軽くしか書けなかったっていう人も含めてですけども、そんな感じです。で今回1問目だったので、まあ、そうでもないかもしれませんが、まあ、結論どっちでもいいよと、むしろ少数派ですからアイライトの方がね、ですから、まあ、別に全然どっちでも構わないし、で50条の趣旨さえ書いていればいいと。でそういう意味で、まあ、論点リサーチを見ると趣旨のところは、まあそうですね、3分の2ぐらいの方が保護対象というのはいわゆる信用なんだと、で一定期間信用し使用しなければ信用発生しないか消滅すると、で不使用商標に独占配当権を与えていると、まあ、その他の、ね、商標使用者の商標選択の余地を狭めるので、まあ、妥当ではないっていうような、まあ、いわゆる一般的な趣旨ですね。でそれに関しては、まあ、大体そうですね 60% 70% ぐらいの人が書いてるかなというイメージですね。でなので、まあ、この1問目に関してはそんなに皆さんが多分心配していることはないと思います。ほとんどの方はそこで合否は決まらないとなると、じゃあ2問目だよっていう話になるんですけども、2問目ですね。で2問目はですね、まあ、今試験の先生方がよくおっしゃるんですけど、一通の答案を通じて受験生を、まあ、見てるということをね、よく試験の先生おっしゃるんですよね。で論点の公表を見てもそうなんですけど、理解を問うっていう言い方をするでしょ、最近の論点の公表って。だ例えば今回の商標の論点の公表、持ってくかな、うんね、50条が規定する不使用取消審判についての理解を問うって書いてるし、で地段に関しても理解を問う、ね、変更への理解を問う、で防護表彰制度についての理解を問うということで、理解して書いてるかどうかは見る人が見れば分かるんですね、項目を単に挙げてるかどうかではなくて。例えばどっちを分割するかっていう話もそうだし、うん、で変更する先が通常じゃダメだよ、団体じゃないとダメだよっていうのもそうなんですよね。理解を問うっていうところなんですよ。ちゃんと理解してるかどうかっていうところにつながってくるんですよ。うん、だから違法性がないからいいんじゃなくて、問題文の中で設定されている事実を使って答えるっていうのが事例問題なので、この設定でこのリクエストを叶えるためにはどっちを取るのが妥当なのとか、そういうことも含めての理解なんですよね、皆さんがお客さんに対する、まあ、アドバイスですよね。で今回まず、問題2の方の、設問1なんですけど、いずれの商品との関係にかかる拒絶理由かっていう問題です。まあ、これどちらかというともうなんか一問一答みたいな感じの問題で、まあ、担当で聞くようなことに過ぎないので、まあ、それこそ圧倒的多数ですねの方が、まあ、ジュースの方を選んでました、うん、まあ、そこはさすがに間違えちゃまずいかなと思うんですけど、まあ、ジュースの方だよっていうことですね。で、まあ、説明のところでジュースのところは、いわゆるその7条の2第5、1号の要件を満たさないでしょうということですね。リンゴに対してのリンゴジュースなので満たさないでしょうということで、まあ、説明ですよね、条文の文言を使っての説明も圧倒的にできていました。だそこはあんまり差がつかないかなというふうに考えています。で設問2の方なんですけども、設問2の方は、問題文としてはリクエストが2つあって、拒絶理由と関係しない指定商品について地域団体商標の出願の商標登録を受け、でかつ拒絶理由と関係する指定商品についても
地域団体商標登録出願の出願日を確保しつつ何らかの形で商標登録を受けることを考えていると。で、まあ、答えとしてはまず、まあ、分割するよっていう話になってくるんですよね。で、違法性だけを考えれば別にどっちを分割しても構わないよっていう話になるんだけども、問題文の中に何て書いてあるかっていうと丸2の方なんですが、出願日を確保しつつなんですよ。そのまま残して、あの拒絶理由と関係するものを残して、拒絶理由がないものを分割するんだったらこういう聞き方しないでしょ。拒絶理由があるものを分割するから分割の効果として出願日を確保しつつってよく言うじゃないですか、訴求項の話を。ですから出題の題としては丸2で、この丸2の問題文のリクエスト、まあ、問題の要請を考えれば当然やっぱりそこは分割する客体は拒絶理由がある方です、ない方ではない。だからそこが、まあ、今日冒頭で言った、ね、違法性の問題だけじゃないんですよ。どっちを分割したって、ね、違法性ないでしょじゃないんですよ。問題文になんでわざわざこんな設定にしてるのっていうところまで踏まえてどっちを、ね、分割するかってことを書かなきゃいけない。で、まあそこまで考えなくても普通拒絶理由あるものを分けますからね。ないものを残すことでもうすぐに登録になりますから、わざわざ分割してまた審査にかけるなんてことは普通しないので、訴訟継続中だけですよね、助け出すっていう使い方は。分けて争うっていうのが普通の分割ですから、通常の分割ですから。なので今回はジュースについて分割っていうところですね。で、まあまあ、ほとんどの方がそれかけてたので、まあ、大丈夫かなと思ってるんですけどね。で、訴求項が得られることを望んでるわけだから、訴求項得られるよっていうことに関してもほとんどの方がそれを理由付けで書いていました。で、まあ、あとそれで拒絶理由が解消できることとかですね。で、分割に関しては、要件ですね、それに言及しなければいけないんですけど、そうですね、まあ、主体要件は3分の2ぐらいの方かな、書いてるのが。で、商品の一部を分割することになるんだっていうことに関しては若干書いてる方が多いかなっていうレベルです。で、あと審査に継続中はほとんどの方が書いていました。で、手数料の納付済みだっていうことに関しての言及は若干書いてる人が多いかなっていう感じですかね。だからその納付済みだっていう記載がなければむしろ書いたのかもしれないんですけど、ちょっとその辺がわからないので、ここは書いてなくてもあんまり影響がなかったかもしれないですね、結果としてですけど。で、あと特式30条の補正はもちろん書いてますよね、書かないといけないですね。で、次に、変更に関してです。で、さっき言いましたけども、地団から通常の出願に、変更のパターンと、で地団から団体に変更のパターンとっていうのが、まあ、実際論点、リサーチのところには項目が上がっていて、で、地団から団体への変更の方が、若干多いかなぐらいなんですよね、若干でもないかな、10人ぐらい多いかな、だから 20% ぐらいかな、まあ、つまり通常の出願に変更って書いてる人も割といたっていうことなんですよ、で他で差がつかなければここで差がつくしかないですよね、そうなってくると団子状態なので商標も、だからまあ、もしかしたらちょっとここで評価下げてしまう方もいらっしゃるかなというところですかね、まあ、さっきのその理科を問うってところですけど、通常の出願にするとこれ使用意思の問題出てきますよね。法律論ですから当然分かる分からないの問題ではないので、まあちょっと問題かなと思いますけどね。で、あと、そうですね、まあ、時期的要件、主体要件で元の出願の取り下げ犠牲、まあ、書いてる方と書いてない方とっていうとちょっと書いてない方の方が多いぐらいなので、あんまり書けてる感じがないです、正直ないですね、ここはね、で、あと7条の要件の検討に関しては、まあ、そもそも団体変更っていう観点がなければ
言及しないので、まあ、団体への変更したっていう人が対象になるからっていうのもあるんですけど、あんまり書けてないですね、7条の要件に関して、書いてない人の方が多いですね。で、不思議でもないのかもしれないけど、313についての言及とか、あと全国周知で三条日光で回避できるよっていうこととかはかなりの方が書いてる、多数ですね、の方が書いてますね。あと防護はかなりの方が書いてて、書いてない方が本当に少ないんですよ。多分全部のリサーチのこの項目の中で一番書いてる方が多いのがここなのかなというぐらい、防護を書いてたます。一番とは言えないけど、まあ書いてますね。で、防護の要件とかそういうことに関しても圧倒的にの方が書いてる感じだから、割となんか例年のリサーチのその結果だと、もうちょっとこう書いてる書いてないっていうのが拮抗するような項目が出てくるんだけど、割とパカッと分かれてるんですよね、なんとなく印象で今年って。だからみんななんか同じような答案で上がってくるんですよ。で、まあ全体的に商標に関しては、まあ、意匠商標に関しては予想よりも欠けてるかなっていうイメージで、で冒頭でも言ったように解けてはいる、でそこからがまあちょっといろいろかなという感じですね。あと、まあもちろんこのリサーチの結果ってどう書いたかまではわからないので、書き方によってはもう全然違う評価になっちゃうから、まあその辺は見てみないとわからないってところは正直あるんですけども、まあそれにしても割と似たような答案が出来上がったっていうのが今年の意匠商標だったかなと思います。だからなんとなくできたなって思う人たちは意匠商標今の聞いてなんとなく、まあみんなと一緒な感じだなって論点上がってるし、まあ要件効果はちょっとポロポロ落としてるけど、一個二個落としたところでなんてことないので、ポロポロ落としてるけど、まあなんとなく形にはなったかなということになると、おそらく54超えてくると思うんですね、少々部は無難に。でそうなると今年は意外に特許で勝負なのかなっていうふうに感じてますけどね、私は再現とは見ると。で特許は宮部先生の公表を私聞いてないので違うこと言うかもしれませんけど、問題数多いじゃないですか、やっぱり特許って、だからいろいろやらかしてるんですよね、見てるとやっぱりちょこちょこミスしていて、で、まあ、配点によって、まあ、その辺がどれくらい落としてくるか、ね、点数落としてくるかっていうのも違ってくるんでしょうけど、まあ2問あるから、特許の場合例えばですよ、2問目で時間不足でちょっと書ききれなかったとかね、まあもしそういうことがあったとしたら、ちょっと手元に特許のリサーチの結果もありますけど、まあね、書ききれなかったりとかすると意匠商標で差がつかないからあんまり貯金がないかもしれないですよね。いつもだとなんか特許で失敗して意匠商標で貯金を作って回してみたいな感じになるかと思うんだけども、意匠商標はあんまり貯金が作りにくい年だったかもしれない。偏差値なんでどうしてもやっぱり団子状態で54付近に今年は固まってんじゃないかなと思うので、そうすると、特許のところでのちょっと勝負になってくるのかなと思うんですよね。で特許も、まあ、予想の範囲の論点しか出てないですよね、あんまり奇抜な問題がなかったので、まあ、そういうところでちょっと足すくわれた方もいらっしゃったかもしれないんですけども、まあ、問題が多いから、まあ、説も1項ぐらい間違ってもそれだけでアウトってことはないと思うんですよ。例えば分割のところ、特許も分割出てましたよね。で、できないのにできるって書いてしまった方もパラパラいるんですけど、まあそれだけで落ちることは特許はないと思います。問題2問あるんで薄まりますから、意匠商標のようにはならないですね。だから意匠で例えばね、
深層霊、関連、秘密の3つしかなくて1個落としちゃうとやっぱもう致命的ですけど、だけど特許の場合はもうね薄まっちゃうので、なのでまあちょっと分かんないですけどね、蓋開けてみないと。もちろんで毎年やっぱり私たちが予想するよりも救済されてるので、私たちがここまでかなっていう予想をはるかに救ってくれてるのが、まあ、毎年の感じなので、私たちの評価よりも試験の先生の評価の方が緩いとは思います、ただ皆さんの答案も似てきてるので、そこをまあ試験の先生方がどう見るかですよね。それがちょっと今年の本誌の難しさだったのかなと思います。だからちょっと昔に似てるんですよね。なんか昔は割とあの何落としたからダメだったかっていうことが割とはっきりと結果に出てたんですよ。だからよくあの今もう講師してる先生でもそうですね、19年とか20年の合格者の先生とかで、あのもうはっきりとあそこ間違ったから落ちたっていうのをよく言ってる人がいるんですけど、25年の先生もそうかな。で、まあ25年ぐらいだとまだあれですけどね、割と昔はあれで落ちたみたいなことを割といろんな人言われるんですよね。だから他がみんなできてたりとかする中でそれを落としちゃうとやっぱそれ致命的になっちゃうからなんですけど、最近はそうじゃなくて割となんかそういろいろミスしていろいろミスしてみたいな感じだから、蓋開けてみないとわからないっていう感じが多くて、でどこで落ちたかよくわかんないみたいな方が多いんだけど、ミスいっぱいしてるので。でも今年はあんまりそれがないので、ちょっと、あのそういうところでは勝負がはっきりとついてくるのかなというふうには感じてますね。はい、まあ、あのいろいろと思うことあると思うんですけど、こう書いたんだけどっていうことをよく言われるって話もね、今日冒頭した通りなんですけど、間違ってなくてもやっぱりあの実際回答例とか私たちが、まあ、論点のリサーチとか見た上であの話してるっていうのはみんなの状態を見て言ってるので、それでじゃあ書いたからそうだね、それすごい加点になるよねってことはまずないですね。なので、まあ、その自分で思うことは多分あると思うんですけど、あの間違ってないよねっていうのは別に悪いことではないんですけど、ただやっぱりそこは素直に受け入れるべきじゃないかなというふうに思います。はい、では私の方からもこれで、以上になりますので、まあ、このまま終了な感じですか、閉めちゃっていいですか。はい、それでは、今日のガイダンスはこれで以上となります。皆さんお疲れ様でした。